皆さんこんにちは。2018年、一時ステップアップ模試の公表を行いたいと思います。私レクセニコシ金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回このステップアップ全国模試、今ちょうど私の手元にですね、総合成績表が届きましたので、簡単に皆さんにですね、公表プラス、まあ重要なのはこれから合格に向けて何をするかというね、簡単なお話をお伝えしたいなと思っております。で、まあ、冒頭にですね、まずちょっとこちらの、総合成績表にもありますが、ちょっと残念ながら訂正情報が出てしまったということで、ちょっと大変申し訳ないということで、経済学とですね、財務会計で、一部訂正が出ております。はい。で、特に財務の方は、正解なし、該当なしということで、いうことになってしまいましたので、まあ、それについてはこちらの解説を確認するようにしておいていただければと思います。で、まあ、全体の、まあ、流れとしてざっと見たときに、いわゆる主要科目、企業経理論と運営管理と財務会計については、まあ、比較的仕上がってきているなという印象を受けてます。はい。単純に平均点だけではなくて、全体傾向を見た時にやっぱり主要3科目中心に勉強してきたのかなというのが見て取れて、一方で周辺科目、経済学とか、法務、それから情報、まあ、中小以外ね、中小以外の周辺科目はちょっと仕上がりが遅いなというところを感じます。でもう一つが、科目別のところにもなりますけれども、経済学と情報システムが今回はかなり難しい問題が、出てるということで、まあ、そこで、押し下げてるという要素もあります。ただいずれにせよ、まあ、主要科目中心に今まで勉強されてきた方が多いなと、仕上がり具合としてね。なのでここから残りの方向性としては、いかにこの、もちろん主要科目を伸ばしつつ周辺科目もね、合格レベルに上げていくかなというところになってきます。そこで具体的に、まあ、模試の復習法として、こちらの、レジュメの方にですね、4つの問題分類の話とか、はい、まあ、レックでは基本的に大きく4パターンに、必達問、急所問、日問、捨て問みたいな形でね、本試験を分類してます。で、中でもこの、まあ、必ず解けなければいけないものと、あと合格をするために必要な急所、勘どころね、この2つで大体まあ7割ぐらいという認識なんですね。なのでまずは必達に、必達できてますかというところと、急所問をどれだけ拾えてますかというところに着目していただければなと思ってます。で、例えば、よいしょ、この、総合成績表の後ろの方にですね、例えばこれ経済学ですけれども、国民経済計算については必達ですよと、全体の正答率が6割超えてますのでね、もしこの問題を落としてしまった人がいると、例えばこのね、ほとんどの人が 61.9% がウを選んでるのに、例えば 22% の人はアを選んでしまってると、青を選んでしまった人はなぜ青を選んじゃったのかと、ね、なぜウを選べなかったのかと、この理解が足りなかったのか、知らなかったのか、勘違いなのか、単純ミスなのか、原因がそれぞれ違うと思うんですよ。だからそこをしっかり突き詰めないと、本番でも同じミスをするということですね。大事なのはいかに本番に点を取れるかなんですよね。ですから必達問からまず最初にチェックをしていくと、ね、インフレについて見ていくと、で、急所急所を飛ばして必達、ね、重量税についてと、まず必達のところを確実に必達できているかを確認をするんですね。で、それができたら、今度は急所と書かれている、ね、この急所と、この急所というのは、全体の平均率は悪いんだけれども、60点以上を取った人はかなり正答率が高いものについてね、はい、だから要は、不合格レベルの人と合格レベルの人が大きく差がついた問題だと思ってください。だから合格するために必要な
急所、勘どころですよと、まあ、冒頭申し上げた通りですね。なので筆達が終わったら今度は急所を見ていくと。ただ今回の科目別で見ていった時に経済学と、情報システムは急所が非常に多いんですね。情報システムなんかご覧ください。これ情報システムね、急所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 だらけだと、ね、筆達がまあ1個しかないのかな、パッと見そうですね、1個しかないということで、それ以外急所ということで、明らかにまあすっごい難しい問題が多かったんだろうなと、確実に取らなければいけない問題、筆達が1個しかないということは、そういった意味で、まあ、情報システムの科目自体がもともと二極化しがちな科目ではありますけど、特に今回の情報システムは急所が多かったと。だから、まあ、ある意味点数が悪くてもですね、そんなに心配せずに、むしろその健全な危機感ということでね、やべえな、本番じゃなくてよかったよぐらいの感じでね、捉えていただいて、で改めてね、しっかり、テキストや答練、模試、それから過去問なんかを使って、過去問の基礎的な問題からね、苦手な方はね抑えるといったような勉強の仕方をぜひやってほしいなと思います。で経済と、情報以外はですね、まあバランスよく筆達問と急所問が、載っけてあります。で特に今回私はですね、中小企業経営政策担当したんですけれども、中小はですね、まあ55点平均活かせようかなというようなイメージで作りましたので、まあ思惑通り、はい、中小の平均がですね 54.7、 すごい自画自賛、まあまあそれは置いといてですね、中小についてはやはり施策で着実に点が取れるかどうかということでね、施策に結構急所が、筆達と急所ね、施策に多くなってますので、施策をしっかりやってくださいねと、まああえて言えばね、中小で稼ぐっていうのが本当に必勝パターンなので、ですので、まあ今後まだ本試験まで時間ありますし、レックのファイナル模試までね、ファイナル模試に向けてですね、逆算して、で何日ぐらい、勉強できるのかとかね、また本試験まで、何日あるのかと、まあ、カウントダウン始まってると思います。なのでそこで、まあ、皆さんの苦手分野をね伸ばしていくと同時に、得意分野は筆達問だけじゃなく急所問を通信に、どん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 ね、難しい問題にチャレンジしてほしいなと。あとはもう基本はもう過去問ですね。過去問、中小以外過去問を徹底して回した分だけ合格に近づくんだというつもりでね、徹底してやっていただければと思います。で、まあステップアップでは本当に健全な危機感を持っていただきたいと、はい、慢心することなくですね、ぜひぜひ本番に向けて、兜の尾を締めて、いただければなと思ってますのでね、はい、でまたファイナル模試の公表なんかでね、皆さんにお会いできればと思いますので、それまで歯を食いしばって頑張っていただければと思います。では、2018年合格目標、一次ステップアップ全国模試の、まあ、全体公表はここまでにしたいと思います。復習が大事ですのでね、しっかりと頑張って、合格レベルの力を身につけてください。では、公表終わりたいと思います。お疲れ様でした。